こんにちは、宮前平高です。今週の傾向はですね、今週はというかここのところずっと風が流行ってるんです。で、今日は土曜日ですけど、昨日お休みでしたけども、昨日あたりから風が普通の風ではなくてインフルエンザも一緒に流行ってくるようになりました。で、今日は非常に熱の出てる人が、10人に1人ぐらいの割合で高熱が出てると。で、治療してもなかなか下がりにくいという状態が出てました。で、ただ高熱が出てインフルエンザ、我々がインフルエンザと言ってもお医者さんの診断だと、まだ今の段階だと昨日あたりからインフルエンザが出てきたので、インフルエンザの反応はまだ出ません。もっとこれで熱の出る人がいっぱい出てきて、しかも熱が出てから何日か経ってから、3日4日経たないとインフルエンザの反応っていうのはお医者さん的に検査をしても反応しないんですね。それがインフルエンザの一つの特徴で、またインフルエンザにかかると発熱すると、なかなか抗体によるばい菌退治というのは時間がかかるんですね。ですから非常に長引くというのが普通ですけれども、我々の治療だと生命力を上げて、まず自然免疫でですね、抗体を作るんじゃなくて自然免疫で、食べちゃう、殺しちゃうというような状態をの力を強くするということなので、比較的1日で収まるものが多いです。その日もし熱が下がらなくても、その晩寝ると大体翌日には下がっているという場合が多いですね。ここのところはですね、風邪も流行る、インフルエンザも流行ってきている。で、その前からずっとある脾臓リンパの感染症ですね、これもある。それにヘルペスウイルス、これが非常に多いまんま高止まりになっているという状態で、何しろ免疫に対して非常に強い大きな影響がずっと続いていると。そのために免疫力も生命力も下がっていると。基本的にそういう状態ですから、体液の流れが悪くなって常に頭が大きくなっていると。頭がなんかもやっとしていて、うまく物が考えつかないというような状態、こういった状態がずっと引き続いていると。これが長い間ずっとなっていると、それがいずれアルツハイマーになり、自律神経がやられてがんになっていくという状態だから、これから先はとても怖いなという状態なんですね。今週の傾向としてはそんなところで、一応終わりにしてみましょう。